皆さんこんにちは、ウィキでーす。はーい、今日も背景がね、私が大好きな ATS ちゃんで、はい、お送りしております。で、今日はね、今日のお話はちょっとね、7月に今月にねある、まあちょっと日にちが近いんやけど、ぜひ、まあ、日にちが合う方はちょっと行ってほしいイベントがあるんで、ちょっとそのね、なんていうかな、告知の動画ということで今日はちょっとお送りしてます。イエーイ。でね、イベントの名前がね、早速発表いたします。ででナインズトライブでございます。はーい。でね、このイベントが、ちょっと鳥栖の方であるのかな。でね、ちょっと場所の詳細等はちょっとまたお伝えするんですけれども、このね、あ、出しとこうね。はい、このナインズトライブっていうね、このイベントのまずね、意味、どういう意味が込められているかっていうのをちょっとね、主催の方から私聞いたんでちょっとお話しますね。まず9ね、9州を9州トライブっていうのがね、ちょっと私英語が弱くて、ちょっと検索してみたら部族って出てきました。まあね、部族っていう意味出てきたけど、九州のね、仲間っていう意味ね、意味が深いね。ちょっとセンスありますよ、このイベントの名前つけたね、主催の方々。はい。で、九州の、まあ、車好きをね、盛り上げていこうみたいな、そういうイベントになってます。で、主催がね、主にこういうこのイベントを運営するチームがね、メインになってイベントを運営していくチームがね、2つありまして、まずね、1つ目がふみっちょさんね、ちょっと概要欄にふみっちょさんのちょっとチャンネルの URL ちょっと貼っときますけど、この前のね、土手の下ミーティングでも主催をしていたれんれんさんね、まずれんれんさんのチームがなんていうのかな、レクイエムって言います。はい。ではまあちょっとお借りした画像がこちらでございますね。はい、かっこいい。どういう車の集まりなんですかってちょっと聞いたら、仲良しの集まりやったかな。ちょっとれんれんさんの説明がちょっと大雑把すぎて、どういう車種の集まりですかってちょっと最初聞いたのに、仲良しの集まりですとかちょっと、まあ、ちょっと違う。多分れんれんさんがホンダ車乗っとるけん、ちょっと私の予想では、まあ、ちょっとホンダ車多めの集まりかなみたいな、まあ、車種問わず、まあ、仲良く集まってるチームみたいです。でもう一人ちょっと主にイベントを運営するチームがもう一つありまして、そのねチームのリーダーがミヤさんっていうんですけど、はい、まあお二人ともね、ちょっとツイッターのなんかな、IDよかったらね、ちょっと概要欄にまた貼っておきますので皆さんご確認ください。で、ミヤさんの、ね、チームが、オリジンって言います。はい。でね、オリジンはね、もうね、すごいやんね、もうスカイラインめっちゃ多いチーム。説明雑やけど、みんなね、すごい元気でね、ノリがよくて楽しいです。私も時々ね、ちょっと集まりにお邪魔することあるんですけど、みんなね、ほんとも元気すぎ、もうウィキさんついていけません。まあね、ちょっとそういう2つのね、そう、ミヤさんからもちょっとオリジンの画像をお借りしたのでこちらに貼っておきます。はい。でね、まあそういう2つのチームが主になってイベントを運営するみたいです。お日にちが、7月、7月のね、21日、日曜日でございます。はい。で、日曜日の、朝ね、10時からイベントが始まります。はい。で、まあね、10時から、一般の搬入、一般というか、まあ、搬入が始まって、
で15時まで、はい、15時になったら排出ということになるみたいです。はい、で、まあ、16時には完全撤退ということでね、はい、で主催の、はい、お二人にどういう人たちにあのイベントに来てほしいですかってちょっと聞いてみたんですけど、聞いてみたいけどね、まあね、ジャンル問わずね、車が好きとか、もう乗ってなくてもね、興味がありますとかね、これからこういう車乗ってみたいですとかね、とかあとは、まあね、車興味あって、まあ、なかなか交流する場ないですみたいなね、はい、車の交流したいっていう人とか、あとね、まあ、写真撮りたいとかね、そういう人たちとかね、まあ、老若にゃんにょ、はい、ちゃんと言えました、はい、老若にゃんにょ老若にゃんにょ問わずね、もう幅広い年齢で車をね、まあ、楽しみにこのイベントに来てほしいみたいです。はい、まあ、ウィキチャンネルを通してちょっと今お伝えしました。うん、でそしてね、九州全体を盛り上げていきたいということですね。はい、でね、ウィキさんもね、はい、このイベント、はい、参加しようと思います。もちろん、ロードスターちゃんで、はい、ロードスター出します。なんで、まあ、よかったらね、ちょっと動画に出てみたいなとか、ちょっとね、そういう人とかいらっしゃったら、声かけてください。はい、お待ちしておりますので、はい、できる範囲でね、ちょっと撮らせてもらいたいなって思ってます。うん、あね、当日ね、絶対ね、7月の後半とか暑いと思う。うん、今もね、ちょっとね、最近30度とかね、ちょっと福岡なってますんで、みんな気をつけてね、熱中症対策とかね、もう朝の10時からもうその3時まであるけん、真っ昼も挟むもんね。うん、水分補給こまめに、はい、お願いします。でね、参加方法ね、ちょっとお伝えするの忘れてました。参加方法がね、まあ、参加型イベントのため当日参加 OK とのことです。はい、まあ、ただしね、駐車料金500円必要になりますので、そちらのご準備の方よろしくお願いします。まあ、そのね、駐車料金500円とか、ちょっとその500円がね、まあ、会場の運営費とかね、まあ、そういうのに使ったりするみたいなので、まあ、ご準備よろしくお願いします。で、ね、事前にね、なんとそこさっきのこのナインズトライブみたいに書こうかね。うん、ちょっと待ってねはい、事前に応募にて待ってくださいよもう雑やけどごめん、はい、特別枠20台あるみたいです。はいでね、その特別枠20台っていうのが、特別ブースに、はい、駐車してもらうみたいです。当日で特別ブースに駐車してもらって、まあね、YouTuber のね、ふみちょさんのふみちょドライビングの撮影などがあるみたいです。まあ、などってね、言われたんで、まあ、あとはね、ちょっと何があるかわからないけど、まあ、それはね、お楽しみです。はい、でね、その応募方法、はい、応募方法あれ違う、ごめん今参加方法説明したね。はい、で、まあね、台数確保のため Twitter ユーザーは「ハッシュタグ
ッシュタグね、ナインズトライブで会いましょう、はい、このツイートを、はい、してほしいとのことです。まあ、それでね、まあ、事前に台数確認してそれで20代とか決めるんかな、うん、でね、そのツイッター以外の方はね、まあ、当日参加の、まあ、500円払って、まあ、事前に申し込みとかちょっとそういうのが ね、 そうね、こういうちょっとラインズトライブで会いましょうっていうね、ツイッターしてなかったらちょっとできんけどね、うん、もうねあれよ、この20代に注射したいですっていうためだけにちょっとツイッターをね、この際、はい、ツイッターユーザーじゃない方は、はい、アプリをダウンロードしてハッシュタグでつけてツイートしてもいいと思います。はい、ツイッターユーザー以外の方は当日駐車料金の500円を払って参加してくださいとのことです。はい、もうね楽しみね、日にち近いもんね、うんうん、まあね、当日ウィキさんとお会いした方は、まあ、楽しくお話ししましょう。はい、私もねすっごい皆さんに会えるのを楽しみにしてますので、当日はよろしくお願いします。はい、それではまた、ありがとうございました。ウィキチャンネルでした。